これが本日の対戦カードです。それではスターティングメンバーをご紹介しましょう。ギルス、ヨーブ、ファンニステルロール、ベッカム、ベーロン、ロイキーン、アーウィン、シルベストル、ブラム、ブラウン、バルテズ、ホラト、ピエール・ファンファン、マルエツ、レオナール、イルレ、ボナル、ユーロビッチ、ジュリー、ガジャルダ、プクソ、ビアホフ。ドリブル、スペースを見つけた。ギルス、これはチャンスだ。ゴール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 、ダイナミックゴール。合わせた。ギルス、前が空いた。ゴール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 。ロイキーン走り込んできた。ゴール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 。さあどちらがボールを支配するのか。交代選手がウォーミングアップを始めたようです。繋がればチャンス。さあここから入った、ゴール、ブリリアントゴール。得点は5対。いいパスが出た。さあここからどう攻める。走り込んできた。合わせた。シュッゴー、マーベラス、スーパー、ビューティフォーゴー。ベーロン、スペースができている。アンビリバボール、シュート、これはゴールキック。大量得点により一方的な試合展開でした。それではまず中西さんに試合について伺いましょう。そうですね。